先週はどうやら行ってるようなんですが特別再臨があと、まあ、あのずっとやってる人からで最短の人だとあの7日か,かなになるので忘れずにっていう 2>, 11月2日のね18時59分が最速になっちゃうんですけどもちょっとあの確認したところお二人ともまだしてないと。 だってなんかそもそも必要なさそうじゃないですか <laughs> もそもそも育ってないサーバントいるのかなっていうとあ、ね、りますあります新しく手に入れたやつとか<ー>そうまだなんか5060ぐらいのやつとかいったりするからそうなのよねこいつちょっと育ったいと思うけどもうここまで育っちゃったしどうしようかなとかあるけど、うん、使わなきゃね、うん、決めましょうそう,そう誰に使うか リンちゃんんんはなんでななででってないの,の私はですね私はですね、はい、あれのシステムのちょっとずるいなって思うところがあってボタンを押すんですよもう君に決めたって言ってボタンを押すんですよ、うん、そしたらあなたは素材も何もかも持っていますけれども出る出る本当に特別サイレンしていいんですかこれは90まで一気に上がりますけどいいんですか <laughs> ってな それは、ね、もねそうねじゃ,じゃあ持ってんならみたいな感じ一回聞いちゃうけ持ってんだからさ自分でもできるって思っちゃうとねあれなんだよねわかるわかるよそう最初確認がすごいなんかこういつもなせか,かされて結局できなくてそう、ね、でもまあ、はい、ほらあのー、ね星子の育てたてい子どのか一人選んでもうさポチッと押しちゃうよ大変な質問してもいいですかどうぞ今悩んでるのがあーちゃんのギルガメッシュかアルジュナで悩んでるんですよ、うん

あの、レベル30のギルガメッシュとかと一緒に叩くっていうよりかは、あの、常にも。うギルは三十がね。そ,ねそ強いみたいな。うん、そ,そっからだから、ギルはそっからだから。そ,かそっか。らの付き合いだから。でも確かにその、あ、うん、なんていうか、さっきの幕愛の話、はい、あったじゃないですか。あの、幕愛は、レベル上げた後に絆とか、再臨なんか上げてかないと解放されないものがほとんどだから、かジュナ君の、うん 幕愛が見たいんだったら、その方がいいと思うよ。確かに。<laughs> そうですね。あ、まあ、でもそうね。どっ、ね、今話,話聞いた感じだと、ジュナ君の、うん、あの、マクを結構、即刻見たいなっていう気持ちもあるので、でそ,ね、そちらをっ回連れてってっていう感じなのかしらな。深い意味ないよ。俺は単純に俺が出会うんだったら、ギルガミッシュは最初から完璧な状態で会いたいし、えー、あれじゃない、逆にちょっと弱ったとこから、ほら、CC、C、コラボみたいなさ、ああいう出会いの方が、<laughs> 違うんだよ。<laughs> 全然あるしね。ギルはね、そっから始まった方がいいんだって。そっからこっち側が頑張って、まあ俺じゃあ無理だと思うけど、特、はい、あのすごい相性いい人間が頑張って、うん、っっすげえギルに認められていくっていうのがいいんだよ。あなんかずっとなんか騒いでますけど大丈夫ですか？かギルの好きな気持ちもギルへの解釈もすべてが負けた気分なの。負けてないよ。<laughs>

特別あそっかもう5人全員重なっちゃってて1人破れてるみたいな6人目が連れてかないけどあげるみたいなスカデディねえかな僕はスカィのここがあればねスカディ2体ねスキルマ90をねちょっと2体並べたい時がある違う冷蔵で2体並べたい時があるからちょっとやったことないので分かんないんですけどねえじゃっとかでもできるんならねでもその少なくともあと7日間のうちに。 そう、日ですないと、7日なので、ね、だから、の、ね、でまあ、ぼ無理でしょう。まあ、こでしょ。ちょっと、ちょっと、っね、この辺確認して、僕は決めたいと思います。はい、<laughs> で、ちょっと、あの、<laughs> 私がまだ、ごめんね、回復しきってないで、ちょっと、ここをね、お願いします。かしこまりました。はい、ということで、うん、その他、ゲームの最新情報は、ゲーム内のお知らせや公式ツイッターをチェックしてください。以上、カルデアナウでした。